ね、このままゆっくり走っていきますんでね、もう準備しちゃってください。友瀬もね、バケツ、外側に前に出しちゃっていいんです。近場から見ていきますんでね、もう段取りしちゃってください。で、走行中はね、絶対立ち歩かないようにお願いします。釣りしてる間も座席の上に立ち上がることのないようにね、気をつけて釣りをしてください。で、ライフジャケット皆さんついてますか？大丈夫ですか？必ずカッパの上に着用してください。でね、座席通路にはクーラーボックス、ハードケースは置かないようにお願いします。座席通路にはね、ハードケース、クーラーボックスを下ろさない、足元に下ろすようにしてください。で、ハサミ、ペンチなんかはね、前のコベルにね、置くようにしてくださいね。絶対座席に置いとかないように、いつでも誰でも通れるようにね、お願いします。あとね、置き網なんか置く人もいますけど、非常に危険ですからね、絶対置かないようにお願いします。お願いします。
イ。2枚ですね。船中ね、イシダイは7枚でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。